ー、チョロッペさん、こんばんは。あ、金藤さん、天使ありがとう。天使ありがとう。やった、天使。残念ながら可愛い。え、それは残念なの。嬉しいよ。あ、可愛いわ。残念じゃない。月曜日の配信でも爪痕残してください。ちょっと、あ、27日のね。あれ、何するんだろうね。りょうちさん、何年、何年。マジで、誰かが騒いでいるような、そうでも、騒いではないけどね。もたからさん、こんばんは。十分可愛いよ。ありがとう。7年ぶりの AKB48 劇場公演から帰ってきます。おお、7年ぶり ?7 年ぶりってさ、いつ ?7 年ぶりってさ、自分何歳だ ?10 歳。ああ、10歳。じゃああれか、神セブンよりちょっと後ぐらい多分ね、自分がさ、小学校1年生ぐらいの時に神セブンだった記憶がある。わかんないけど。多分ね、わかんないよ。チャラペさん、団子あり、団子じゃない、だるまありがとう。ビンゴの神さん、こんばんは。鈴鹿さん、こんばんは。ひーちゃんとひーたん難しい。まあまあ確かにちょっとややこしいよね。ハロー、アイムフロームインドネシア。ハロー、今日も可愛かった、ありがとう。今日はめっちゃブサイクな日だけどね。カズピさん、こんばんは。カワシさん、こんばんは。シミさん、可愛い、ありがとう。可愛くはない、今日は。ちょっとね、みんな違う日に見に来てね、初見の方。違う日はちゃんとしてるから。今日は可愛くない、ブサイクの日です。カナウもいてる、カナウもいてるよ。カナウは隣でやってます。深緑さん、キラさん、こんばんは。今日のかすみも可愛い、ありがとう、嬉しいわ、そんなこと言っていただけて。ペリマルさん、レインボーさん、ありがとう。こんばんは。ジョンドーさん、こんばんは。ハロー、アイアムフロムコリアソウル。おお、コリア、韓国行きたい。韓国料理大好き。スピンでも可愛い、スピンでも可愛い、ありがとう。ミキミキさん、こんばんは。ヒロさん、ハートありがとう。マイネームイズなんて読むのこれ、ティフキー、ティフキー、ちょっとむずい、気まずいので帰ります。なんでちゃんと覚えてきたの気まずいので帰らないで。STU 的にはすっぴん、何いいかも。え、ちょっとブサイク。しかもさ、なんかさ、わかんないんだけど、長い髪が出てくるの、よくわかんないとこから。ちょっとそれが腹立つ。マジでよく。背景は天井ですか？背景は天井じゃないよ。ヒータンチの壁。タカさん、ケントクさん、こんばんは。明日はカナナさんが広島に来るから会いに行ってきます。カスミたちは会えない。え、じゃあ明日イチゴもあれじゃん。イチゴも明日、イチゴ大騒ぎの日じゃん、明日は。だいぶ前の時も、おい、ブサイクだ、ブサイクの日、あ、そういうことね。ヒータにかなうにハニーとかの俺の代。コイさん、こんばんは。前の前の配信後に本店かすみさんにコメント気づいても、そう、ちょっとさ、遅すぎてね、フォローしました。いや、してなかったんかい。たけさん、こんばんは。今日は、今日は可愛くない日だよ。ユアソーキュート、ありがとう。韓国の方？推しだらけ。いや、確かに推しだらけ。じゃあ推しに伝えといてあげる。いちごはもう発作起こしています。いちご、バイバイ。だってね、だって学生じゃないんだぞって言われて。どういうこと、どういうこと。え、分からん。まあいろいろ思うことがあるよね。私も思うことはいっぱいいっぱいいっぱいありますね。やってるやん。もういっぱいいっぱいいっぱいあります。思うことは、もうぶちまけたい。もういっぱいいっぱいあります。そんな。やめそうですよ。また。やめるよ。マルさん、こんばんは。和彦さん、こんばんは。カスミちゃんに言われ、言われ、帰りにく、いや、帰んないで。じゃあおひさ、おひさかもしれない。しかも、ブサイクおひさが嫌だ。なんか、おひさの時にさ、ブサイクってちょっと嫌だよね。でもさ、なんか
メイクしてなくても可愛い、ありがとう。かすみに会いに来てよって、よく下の名前はかすみちゃん可愛い、会いに来てよ、かな、かなうさん、何かなうさん W 笑われてる、笑わないでよ、もうやだ、かなうさんおもろい、かなうさんなのおもろいね、呼び方がかなうさんさん付けなのおもろい、そんな、まあありますね、いろいろと大変ですよ、もともとある程度できてしまっていたからさ、そんなこと言ったらカブさんの星になっちゃってる、炎上する、あ、炎上ね、炎上するのかな、福ちゃんさんこんばんは、ドンさん10ありがとう、カナルームに行ったけどこっさりお墓にゃんおはよう鼻で笑われてるのおもろい、ヒロさんハートありがとう、可愛いですよ、本当によかった、ブサイクじゃないってことでよかったね、嬉しい、ガッチャンさんこんばんは、ドンさん10ありがとう、誰がブサイク、そんなことあるわけない、え、マジでマジでブサイクだよ、すっぴんは、元がいいからメイクしてなくても可愛いのか、 ありがとうございます、かすみんもかなうさん呼びしてみる、いや違和感すごいやろいつも呼ぶときにかなうさんって呼んだら面白い、かなうちゃんにハニャーと言ってみて、絶対だってかなう、かなうちゃんにハニャーと言ってみて、だって何が何が何なのそれ言って、ハニャーってどういうこと、はじめまして、はじめまして、本能寺2さん、かすみんこと岩崎かすみです、よろしくお願いします、けんいちさんちらいらっしゃい、キッチンさん、岩崎さん何ですか、いつもとは違う雰囲気で可愛いと、あ、よかった、可愛い、かなうさんグラタンお願いします、だって言わないお話し会で待ってます面白い、このさ、井出さんって呼んで、井出さんもやだわ、井出さんって呼んで、あ、井出さん、たまに呼ぶよね、井出さん、呼ばんか、呼ばんか、呼ばんわ、大佐さんこんばんは、こんばんは、森末さんって呼んでもいいかと、だって森末さん、どう森末さん、兄さんこんばんはって、まあいいと思う、年上すぐ持ち出すんやからほんまに、井出様だって、やった井出様、今日もめちゃくちゃ可愛い、大好き、ありがとう、嬉しいな、大好きになってくれるの嬉しい、ポジションって大事だと思うの、その時に来てくれた人がさ、高校時代の口癖使ってた、かなおちゃんらしい、あ、そうなの、こちらこそありがとう、誰かさんこんばんは、井出さん、森末さん、岩崎さん、え、そう、でも呼んだことないよ、この間の話し会で聞こえたカナウのグラタンはいい感じだった、この間の話し会で聞こえたカナウのグラタン、え、なんかね、恥ずかしがってたカナウ、ちょっと言ったよ恥ずかしがってたよ今日はね、ちょっとブサイクだから少しタイムやめよう、プチトマトのプロの方の部屋でしたね、え、そうだよ、ちょっと聞いてみな、ヒータンプチトマトやってあげて、有料有料みんな有料らしいです、しんじさん、しんじさん、でもね、お話し会でプチトマト出てくる人おらんかった、え、プチトマト自分もおらんかった、ね、でも嬉しい、トシピンさん、ドゥイさんこんばんは、次はロールキャベツで、ロールキャベツだってかな、絶対だもう絶対言わない、ロールキャベツ振ったら話しかけてくれるしね、振ればいいんだよ、どう最悪も話しか切るわ死ぬ恥ずかしかってとのじわるだって、みゆさんこんばんは、岩崎さんと呼んで、ちょっと距離できるやん、岩崎さんは、すとまるさんこんばんは、かなうさんとの会話が今度みたい、かなうさんって呼ばれとるしあ、ありがとう、めっちゃくちゃリスタンさんこんばんは、しゅんぎょうさんハートありがとう、かすこ、さちこ、かなこ、かなこ、ひめこ、かすこ、さちこ、かなこ、ひめこ、みんな、みんなこうついてみて、
春牛さんハートありがとう、うん、春牛さんだった。島野太郎さんこんばんは。じゃあこの際かなのお話し会つってグラタンしてもらおうかな。おいももにゃん、先にかすみんに会いに来るんだあなたは。有料のセリフは有料コンテンツだって。うまいこと言うなよ。いっちゃんこんばんは。春牛さんハートありがとう。大佐さんハートありがとう。3期生のプチトマトは恒例行事になるって聞きました。絶対やんないから。やんないですね。いちご子絶対違うでしょ。いちこでしょ。ラザニアも言わない。いちごグラタンしか勝たんって言われとるよ。グラタン私のグラタンしか勝たんって。その県だけ兵庫とかの。え何モーニャン会いに来てよ。最近何、最近何、何だろう。最近は、最近何にハマってる。ハマってること？でも最近入浴剤が好き。あのね、あわあわの入浴剤が欲しい。あわあわ入浴剤が欲しいけど、なんかあわあわってさ、ちょっとさ、あれだよね。ちょっと不細工だな。ずっと思ってたけど、なんでグラタン？わかんない。誰だ、誰グラタンって言い出したの？ヒータン？いや、再販でかなうとるって話をかすみ、あ、撮ってくれてるのモモニャ、楽しみにしてるね。くまねパパさん10ありがとう。本門さんこんばんは。今日のかすみかわいすぎ。ほんまにこれがブサイがさ、今までで一番ブサイクだと思う自分。今日はちょっと可愛くない。なんか突っ張んでも可愛くなりたい。途中のせさんこんばんは。あわあわの入浴剤、あわあわの入浴剤めっちゃ欲しい。楽しくない？なんかあわって。だけどさ、なんかちょっと子供っぽいよね。しかもさ、なんだっけ、そしたらまずセンターになっちゃう。なんか言おうとして忘れちゃった。忘れちゃった。何言おうとしたっけ。まあいいか。さだきちさん、しゃーちゃんさんこんばんは。ちぇちぇさんハートありがとう。あ、僕体。あ、僕体ね、僕体。めっちゃ綺麗だよ。そんなことらしいです、皆さん。お楽しみに。ちぇちぇさんハートありがとう。めっちゃ綺麗。いや、今日のすっぴんのかすみかわいそう。ほんまに？ちょっと待って。そう、昔は大人のお姉さん。え、何？大人のお姉さんが何やってたの？あわあわの入浴剤？そういうこと？分からんけど、それはなんか小さい頃さ、あわの入浴剤めっちゃ大好きだった。あわをね、頭の上に乗っけるの。かすみ先輩が美人すぎて沼にはまりそう。ハマってよ。沼にはまりな、みんな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 沼にはまりなよ。15分経ったから終わろうかなと思い中。ポッポやしまちゃんさんこんばんは。ね、めっちゃ足音するくない、うん、やめて。怖いからやめて。知らんわ。10年ゆっくりやるの。私もそしたら38歳。頭を泡を頭の上に乗っけるのは子供だね。そうだよ、泡大好き。なんでリンゴの神さんは空のしじゃないんですか。頭の上に泡のやつ置くのあるある。なんなら今、そう、わかる。あとさ、自分あれが好きなの。なんか自分家にはないんだけど、なんかね、おじいちゃん家に、あの、わかる、なんだっけ、なんか薄いタオルみたいなやつ、あの赤ちゃんがさ使うさ、あの薄いタオルみたいなやつあるやん。あれでお風呂に、お風呂の上をボコってやってさ、空気入れるのが好き。わかる？ヒーター言いたいこと。ごめん、なんでもない。まあそれが好きなんですよ。ちょっと多分伝わると思う、誰かは。あやみちゃん、栃木のすーさんこんばんは。あなたは初めましてじゃないでしょう。ひろさん、レインボースターありがとう。泡松なんだこれ。泡松さん、
あわ、19歳だ。はじめまして、はじめまして、かずみ久しぶりに。兄弟の声が漏れ、そう漏れてないから安心。やすさんこんばんは。そうあれね、え、そうあれあれ、わかる、昭和感を感じた。え、そう多分みんなやる。ヒータンと一緒なの。どういうこと？そうヒータンと一緒だよ。昔のおむつみたい。おむつかわかんないけど、あのなんかさ、めっちゃあの薄っぺらいタオルでこうボクボコってやるやつが好き。ってことで私は終わります。急に終わります。10歳の方、大佐さんありがとうございます。12の方、チューチューさんありがとうございます。11の方、春牛さんありがとうございます。10位の方、くまねパパさんありがとうございます。9位の方、チョラップさんありがとうございます。8位の方、ショーニーさんありがとうございます。7位の方、タイムファイヤーさんありがとうございます。6位の方、ヒロさんありがとうございます。5位の方、青生地さんありがとうございます。4位の方、ヤシーさんありがとうございます。3位の方、ドンさんありがとうございます。2位の方、プリマルさんありがとうございます。そして1位の方はドゥルルルハマちゃんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。お疲れ様です。本当に午前中やったんだよ、ずっと。そう、日本の手ぬぐいってことで、おやすみ。今日も一日お疲れ。また見に来てね。ちょっと今日はブサミンだったけど、次の時はブサミンやばい。次の時はカワミンで行きます。バイバイ。今日ブサミンやな。おやすみ。